小熊2組のお友達です。担任からのメッセージです。子供たちの大好きな絵本を劇遊びにしました。セリフに挑戦したり、曲に合わせて踊ったり、毎日一生懸命練習をしてきました。子供たちが青虫になって食べ物をたくさん食べて大きくなり、元気な蝶々になって踊る姿をどうぞお楽しみください。とっても可愛らしい青虫の衣装で登場しますので、温かい拍手をよろしくお願いしますとのことです。それでは小熊肉美さん、お願いします。土曜日青虫の食べ方
ったもんは何でしょう。かっこいいとき、ずっと愛し、ずっとビール、ずっとちょっとサラミとペロペロキャンディーとさくらんぼ、ソーセージ、カップケーキ、それからスイカです。次の日はまた日曜日、あの日はまた SM sang yang terakhir. Oh ya. Oh, jen. Sana di minat senang.